総久し丸は、海上保安庁及び海上自衛隊の総会船、総会艦。総久し丸は、戦時標準船建造計画に基づくに、TM 型輸送船として、日東商船株式会社を選手とし、1944年10月11日に、浦賀選挙で寄港され、同年12月10日に、浸水、1945年1月10日に、春工した。 本戦が竣工後、どのような任務に従事したか明らかでないが、終戦時は、因島に在泊していた。第二次大戦直後の日本の主要港湾、航路には無数の機雷が付設されており、米海軍から、総会作業を実施するための思考戦隊を編成するように指示があった。東亜丸、英昌丸、若草丸及び、総久差丸の4隻が選定された。思行船は、 危険な任務に従事するため、モルモット船と呼称された。これらの船舶は、試行船として必要な改装が実施され、食来時に乗員を保護するための干渉材の取り付け、機関の遠隔操作化浮力材としての木材の積載、現外電路の装備等が行われ、総久差し丸の工事は1946年1月末に完了した。また、バラストとして、 海水3000トンが搭載された。総久志丸は第二福音省くれ地方福音局所属となり、広島湾で米海軍指導のもとに施行訓練を実施し、昭和21年2月中旬から本格的施行を開始した。昭和21年9月5日、若草丸が嫌いを処分した際、船体及び機関に相当の被害を受けた。そのため、各種行船は、 浮力タンクの増設や小型排水ポンプの搭載など安全対策工事を実施した。その後、総会業務の進捗により、総会部隊は築地規模を縮小していった。思行戦も、東アマルと若草丸が思行戦任務を解除され、船舶運営会に返却された。1948年1月1日に副委員長が廃長となり、総会業務は 運輸省に移管され、総久志丸は、栄翔丸と共に、運輸省に移管された。同年5月1日、海上保安庁が開設され、総会業務も同庁に移管された。両船の所属も、海上保安庁に移管されることとなり、昭和23年11月15日、ご総会部所属となった。栄翔丸は MS、MS-31。 総久志丸は MS-32 の番号が与えられた。選手に1000名と番号を表記し、さらに船橋全面には注意喚起のため、総海線と表記していた。1949年11月29日、栄昇丸が試行船任務を解除され、ただ一席残った総久志丸は引き続き全国各地の航路、警戒任務に従事した。 1950年3月、昭和天皇が四国へ行幸された際、紀路の3月31日、お飯船三水丸に乗船された天皇は、呉れ、下関総海部の総海船隊を飛行しきながら、新越された。この日、会場は、かなりの湿気であったが、総久し丸は、戦闘船として31隻の総海船を引いて、反抗する。 山水丸に乗船された天皇の新越を受けた。昭和25年6月1日、海上保安庁に航路警戒本部が設置され、横須賀、呉、大阪など全国9カ所に航路警戒部が置かれた。総久島丸は同日付で呉航路警戒部所属となった。7月から日本海側の航路、港湾の施行任務に従事したが、8月の台風により、 秋田県船川港で座礁してしまった。修理を経て1951年4月、極東前海軍の要請で、朝鮮水域の施行任務に派遣され、富山、新川など各地で施行任務に従事した。1952年8月1日、保安庁警備隊が発足、海上保安庁航路警戒本部及び、各航路警戒部は保安庁に移管。総選定も、 総久志丸る以下53隻が遺憾された。同年11月1日、クレコーロ警戒部に編入された。総久志丸るは、戦後、日東商船より要船し、試行船として使用してきたが、昭和28年初頭に、日東商船が元船の要船契約を解除し、タイに売却する意向を示してきた。しかし、警備隊唯一の大型試行船の総久志丸るを、 失うと、思考任務に重大な支障をきたすこととなるため、保安庁警備隊では、日東商船と交渉し1953年3月2日、本船を8000万円で購入した。同年9月16日、警備隊の組織改編により航路警戒隊が廃止となり、来る地方基地隊に編入された。1954年7月1日、防衛庁が設置され、 海上自衛隊が発足し、同日付で艦種類別が改正され、総会艦の類別が設けられたため総久島丸は総会艦に分類された。同年10月1日、長官直轄部隊の第一総会大軍が新編され、総久島丸は直轄艦として編入され、試行任務のみならず総会母艦としての任務にも従事した。同年12月1日、官名を 総営えいと改めた。1957年9月1日の訓令により、自衛官に監視記号及び番号が付与されることとなり、総会官には GP が付与された。しかし、番号は総会官は総日差ししかいなかったため付与されなかった。同年10月2日に、東京湾羽田沖で実施された海上自衛隊発の観艦,艦式には、 関越部隊の関越付属艦として参加した。なお、これが、総久しにとって、最初にして、最後の艦艦式参加であった。1960年10月1日、海上自衛隊艦船の類別区分が改正され、総久しにも、艦番号441が付与された。1961年9月1日、第二総海大軍が新編され、総栄は、 直轄艦として編入。総会母艦としての支援任務のほか、輸送任務、潮流観測任務にも従事した。しかし、戦時急増船だったため、建造後18年経過すると、船体、機関の老朽化が著しいため、1963年3月1日、呉地包隊に編入。同31日、自衛艦席から除籍され、 波乱に満ちた18年の生涯を閉じた。海上自衛隊の艦船では珍しく、助手席まで漢字名のままであった。ありがとうございます。